はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志波動やってまいります。さて、今回はですね、新 UR の核、そして超費、これどんな風に使っていくかをですね、考えながらやっております。今日もよろしくお願いいたします。さて、核と超費ですね、部隊編成いろいろ試したりしております。まずですね、核から特徴ちょっと見ていきます。先方がですね、もう下馬評でぶっ壊れぶっ壊れと言われたこの反転ですね、バフをデバフに変えてしまう。ただデバフもですね、下限値がありますというところで、下限値より超えないということはゼロにはならないということですね。そして攻撃面に関してはですね、知力を 50% 低下させて 300% の攻撃、これが3部隊ですね。要はですね、反転以外は 50% 知力を下げて 300% の攻撃なわけですね。はい、そして技能ですね、技能に規格がついておりまして、これは攻撃速度がプラス 30%、 そして連鎖確率プラス 2%、 これがね結構大きいと思うんですよ。連鎖確率プラス 2% って、先方間隔は30秒なので連鎖率はもともと高いんですけども、さらに高くなる感じでございますね。はい、私が今使ってる編成ですけども、副所聴覚芝居ですね、これで反逆をつけて、作詞が2、まあ、作詞2っつっても弱いですけどね。私芝居で駐屯用のデバフ部隊作ってたんですけど、どうもですね今一つな感じだったんですが、まあ過去首相にしたらなんかちょっとすっきりしたなっていう、もう自分の中ではすっきりしたなっていう感じですね。あと補佐はですね、諸葛閣で敏括、気略ですね。で左の純育ですね、純育で調和、同じ相性なんで当たります。そして王佐ですね、両方とも知力を上げに行っております。さらに防御陣形なので敏括が2となっておりますね。まあ、30秒間隔なので敏括あった方がいいかなっていう感じがいたしましたので、それでちょっと族狩りでどんな感じか見てみましょう。はい、じゃあ70馬ですけども、あえて馬に当たります。うわー、目の前に呂布現れた。でもこれ引っ張ろう、しょうがない。これぐらい引っ張ればもう大丈夫かな。ここからだと死んじゃうかもしれない。あえて弱点の馬相手です。先方食らいましたね、900ぐらい減りましたよ。これちょっと聴覚出ないとマジで負けちゃうかもしれない。さて、やっと30秒間隔先方が発射されます。2連鎖ですね、芝居と連鎖です。2800ダメージで、芝居のおかげで攻撃力が下げられて、巨有演殺自らの戦法で相手の知力が下がっている状態で、もう一回戦法出ますね。お、やりました、生き返りました。この2連鎖3400、やっぱ聴覚の方が強いんですよね。ちなみに戦法連鎖ですね、言いましたっけ、 35% の聴覚で 40% 芝居ですね、高めです。さて、先方を打つまでもなく、なんとかあの劣勢から倒せましたね。まあご覧の通りですね、族狩りに向いておりませんはい、反転というものが無意味なので、族は全く族狩りには向かないという感じですね。これはもう完全に対人戦のものですね、相手がバフをかけてくる前提で戦う部隊でございます。でどちらかといえばもう駐屯向きというか、もう駐屯でいいと思うんですよね。まあ、攻めでもね、拮抗した戦いで相手の部隊を飛ばしながらっていうのはいいとは思うんですが、対物の攻撃にあんまりね向いてないですよね。はい、ということで各こんな感じで今のところやっております。次に超費ですね。超費がですね、外れかと思ったら結構いいですね。もう族狩りに関してはめちゃくちゃいいですよ、本当に。族狩りどんな感じでやってるかというと、
超運 UR を入れまして、この編成でやっております。あ、その前にあれですね、ちょっと興奮して忘れちゃった。戦法技能ですね、おさらいです。万人敵、攻撃防御100ずつバフですね。で 5% の堅固で3部隊300攻撃、戦法速度を、ランダム10、20、30のどれかで下げる。まあこれね、3行も書いてあってちょっとややこしいですけど、何が重要かというと堅固ですね。まず堅固なんですよ。堅固と縁人の戦法ゲージが 20% 上昇した状態で最初の敵だけ当たるんですね。20秒間隔 20% だと 10% で2秒ですよね、普通に考えて。違いますかね、考え方おかしいですかね。だから4秒経過した状態なんで16秒で最初の戦法が来ると思うんですよ、僕の計算では。間違ってるかもしれないですけど、まあそれくらい早いと思うんですよね。戦い始めて16秒で堅固が出るわけですよ、この堅固が 5% の堅固。そして古車を装備していると16秒で出た堅固が10秒間続く。だから戦闘開始から26秒まで続く。で古車は25秒の段階で発動するんで、まあ、約20秒間ぐらい堅固がついたままになるんですね。その間大体ノーダメージという感じですね。こう1100、1100とかいう攻防士だと、まあ、結構時間かかると思うんですよね、普通はね。これがですね、もう3連も出ちゃえばもうそれで終わるんじゃないかっていうぐらいの世界なんですよ。ちょっとそれも見てまいりましょう。いい感じに馬がいる。はい、当たります。もうすでにちょっとご覧の通り張飛は戦法が溜まっております。すぐにですね発射できそうな状態でございますね。もう間もなく出ますね。これで単発ですね。単発でも全然強いんですよね。はい、ゼロ。こんな感じで食らわずに進みますね。で戦法速度をですね何十パーか下げてるんで、10から30パーなので相手の戦法の出が遅い。まあ俗でもね戦法ありますから。で今甲虫と連鎖しましたけど、甲虫の効用が20秒間続くんですね。だから次の戦法までの間甲虫の効用は続いているという感じですね。だからこの超運甲虫組ませたら結構ほんと俗狩りめちゃめちゃ強いという感じですね。さて最後戦法を出して今頃3連鎖出ちゃいましたね。7000出てましたね、ダメージ。今のみたいに7000出てその後シャカシャカいくんだ。あ、この90取っていいですか、いけます。これ連チャンもだからいけちゃうと思うんですよね。ただ戦法溜まってないですね。おっと3連出た。70から90連チャン余裕で倒せるのかと。90相手に5600で700ラッシュですね。もう半分ぐらいいったかな、半分いってますね。元が1万8000なんで、だ3連2回で終わるってことですよね、90は。まあそれなかなかないですけどね。ここから紅葉をかかり続ける、てかずっと紅葉をかかり続けている。何せ戦法がね早いっていうのはいいですね。そして堅固だから本当、族狩りは本当強い。はい、70、90連続で終わりましたね。半分はまだ減ってないですけど、隣に80いるんだけどな、さすがに無理か。という感じでこれ族狩り仕様で使っておりますが、まあ中トンでもその横バフを意識しない編成で中トンで使えるとは思いますね。まあ、あとはですね、まあ、横バフを意識していけば
まあ、劉備部隊をもし崩しちゃうんであれば、これ劉備入れると豪傑2がついておりますので、この補佐は、まあ、これも生きるかなという感じですね。で、趙雲と攻撃速度がですね、かぶっちゃうんで、まあ劉備の方が長いから完全にかぶるわけではないんですが、まあ、ここに脅威なんかを入れて、まあ、これがもう横バフ型ですねっていうタイプもね、ありかなと思います。というところでですね、核と張飛ちょっとおさらいして見ていって、俗狩り中心にこんな感じで組んで、対人戦はこんな感じでいこうかなみたいなね、考えてみました。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。